どうも、花田でございます。そして、りゅうちゃんと勝利くんですけど、今日はですね、とある、有名人のご実家のお店に行きたいと思います。こちらでございます、ね。中華料理、後楽園さんということでございますけども、ここはね、もう佐賀のスーパースターですね。私もよく一緒に仕事してもらいますけども、とある芸能人のご実家なんです。行ってみましょう。はい、行きましょう、あ、もう目に入ってしまいましたんで、もう早速ご紹介しちゃいましょうかね。こちらの方ですね、はい、ゆうきまおみちゃんです。はい、いらっしゃいませ。皿うどんの後楽園さんへという、ね、ことで、皿うどんがね、有名なお店ですけども、行きましょう。はい、花輪チャンネル。さあ、ここがですね、まおみちゃんのご実家なんですね。ちょっとじゃあ奥に行くと、ゆうきまおみちゃんのお父さんお母さんもいるかな。ちょっとご紹介しましょうかね。いろいろお世話になってまして、僕もね、普段から。あ、どうもすいません、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まおみちゃんのお母さんとお父さんです。お願いします。ね、そしてここがゆうきまおみちゃんのね、写真とか飾られておりますけれども、あ、そして、あ、俺が来た時の写真が、あれ何年前だっけ。ここに何年って書いてある。2012年です。2012年か。あとサインがあります。はい、そしてですね、あの、この入って、この右側が、これはお父様がやってる、ここはあれエッセイですか。リラクゼーションサロンとヨガスタジオです。リラクゼーションサロンとヨガスタジオもこう併設しておりまして、なかなかないですよね。入り口が一緒で、中華屋さんと、ね、ヨガの、ね、スタジオが併設してあるという珍しいお店ですけどね。で、一応名物があれですよね、前も紹介させてもらいましたけども、違う番組で、あの、はい、皿うどんね。皿うどんですね、はい、皿うどんはやっぱ絶対頼まなきゃいけない。皿うどんお願いします。はい、それとあとね、しおりくん、餃子食べたい、うん、で、餃子、はい、カレーチャーハンいいかもしれない。カレーチャーハン、はい、はい、それと酢豚から揚げいきましょうか。じゃあ酢豚と唐揚げ、はい、酢豚と唐揚げ。ラーメンはどうですか。ラーメンはね、あの、中華風になりますね。あの、ちゃんぽん、そうですね、どっちがいいですかね。お野菜食べれるんだったらちゃんぽんで、うんうん、ラーメンだと、あの、中華そばみたいな感じになります。豚骨じゃなくて、あっさり風な。それもいいですね。あ、じゃあラーメン、ラーメン、はい、その感じでいきましょうか、ね。はい、じゃあこれで。はい、じゃあ、これスムージーを、はい、うちで、あの、主人たちのスムリラっていうお店なんですけど、スムージーもやっていて。あ、じゃあそれもよく、あ、サービスで、飲む飲む、なんかよかったと思って。え、サービスで、はい、いいですね、ちゃんとおしゃれしますんで、本当に。6種類あるんですけど、下のスムージーが豆乳で、上がお水で混ぜたスムージーになります。どうする、あ、豆乳がいい。豆乳何しようか、じゃあ。まあ、じゃあこれそれぞれ別一個ずつ。はい、わかりました。はい、はい、すいません。お待ちします。いいでしょう、まあ、なんかね、なんか中華屋さんだけど、なんかこのおしゃれ、雰囲気がおしゃれで、なんか喫茶店というか、なんかハワイアンな感じですね。りゅうちゃん、勝利くんもあの時出たね、あの、みんなで出たんですけど、そう、佐賀県の PR 動画っていうんですか、そこでゆうきまおみちゃんと共演してますが、その動画はこちらで見れますんで、どうぞ、あの、概要欄に載せておきますんで、ぜひ見てください。はい、あ、ありがとう、かわいい、こんにちは。お待たせしました。ありがとうございます。これがイエローです。はい、イエロー、はい、イエローです。これがアサイです。アサイは誰だっけ、俺だっけ。これがベリースムージーです。はい、ありがとうございます。あ、そして餃子も来ました。はい、餃子です。ありがとうございます。はい、うまそう。おー、美味しそうですね。で、黄色が酢醤油になってますので、これがラー油とお願いします。黄色が酢醤油ね。はい、じゃあまずはスムージーで乾杯しましょうか。はい、乾杯。いただきます。うめぇ、うまっ、うん、はんま、これおいしい。さあ、じゃあちょっと、あ、来た、そして、はい、出た、すごっ、
皿うどんです。これが皿うどんですね。ありがとうございます。ね、これ焼きそばみたいな皿うどんなんですよね。はい、これは名物です。後楽園名物。はい、じゃありゅうちゃんから。はい、いきます。うん、うまうまっ。おいしい。めちゃくちゃうまい。おい、うまい。うまっ。おいしい。おお、お肉いっちゃう。五分のいっちゃう。うん、美味しく。おいいじゃん、いいじゃん。いいね、いいね、いいね。わあ、いいですね。おいしい。いただきましょう。餃子。ね。うん。おいしい。おいしいですね。ありがとうございます。こちら、これが。おいしいですよ。これ酢豚だ。酢豚ですね。酢豚なんです。はい、どうぞ。ね。うわ、美味しそう。じゃあこれもちょっと取り分けましょうね。ね、焼きそばみたいね。よし。うん。うん。どう？うまい。うまい。うま。しか。ね、美味しいね、これね。さあ。どうぞ、ちょっと。うん、うまい。そうなんです。これね、前にもね食べたんだけどね、ほんと美味しかったんだよな。うまこれ。美味しい。うんうん、うまい。美味しいね。このソースの味が本当に美味しい。うまいね。うん、うまいわ。美味しいね。うまい。あっさりしてんだよね。うん。ほら、ほんとですか？ね。はい。どうぞ。ね、はい。はい。はい、暑いですから気をつけてくださいね。この小ぶりな唐揚げが可愛くて美味しいんですよね、これね。もう骨もない、パッと食べて。うん。うん。うまっ。うまい。どうぞ、うまい。うん。うん。うまっ。すごい。この甘酢の完璧な味付けが、うん、うまっ。いいよ。うん、うまっ。うん、うん、うまい、うまい。もう美味しい。どんな感じでうまいんですか？サクサクしてる。うん？サクサクしてる。サクサクしてる。うん。うまい。うまい。食べやすくね、こうちっちゃい感じがいいんですよ、逆に。そう、いろいろね、胡椒をつけて。あんか。うん。美味しい。食べやすい。餃子好き。おいしい。うまっ。この辺のほら漫画の感じなんて、これ漫画喫茶じゃん、本当に。すごい漫画置いてあるよ。ねえ。すごい。あと定食もいろいろあって。なんだけど。やっぱ一番人気はこれじゃないですか。マオミ定食ね。マオミちゃんが、マオミが好きだった、鶏肉の甘酢あんかけと揚げ餃子がついてますというね。美味しいね。おお、いいね。勝率すごいね。美味しい。すいません。うん、いいね。食欲が。あ、じゃあカレーチャーハンですね。カレーチャーハン。カレーチャーハンです。これがカレーチャーハンです。はい。あ、ごめんなさい。ね。来ました。
うまっ。おいしい。うまっ。これチャーハン。いただきます。うん、うまい。どう、どうも。うまっ。うん、これね、カレーチャーハン。うわ、玉ねぎがいいな。うん、玉ねぎが食感残ってて、すごい美味しい。うん、これシンプルだけど美味しいね。うまい。お急ぎされてください。ありがとうございます。すみません。バイバイ。さあ、骨がラーメン、はい、中華風ラーメンです。後楽園の、出汁がすごい。これいろんな、これ何の出汁ですか。これで鶏と豚と、あとはカツオと昆布と、そしていろいろなお野菜。あ、いろんな出汁が入ってる、はいはい、だからすごい深みがすごいですね、これ。うん。うん。いやもう最高。いやだから実は僕あの家族今鮭ですけど、はい、今度ちょっと神奈川の方に移住することになりました。そうなんですか。はい、そうだから佐賀にいる間にどうしても紹介したくてですね、一応。ありがとうございます。でもよかったです、もうそのタイミングが。いや、よかったです。ありがとうございます。はい、ということでございまして、今日はですね、ゆうきまみちゃんのご実家でもあります、中華屋さんですね、後楽園さん、ご紹介しました。美味しかったね。はい、いや、もう大満足ですから。はい、どうでしたか、美味しかった、みっちゃん。めっちゃ美味かった。はい、少量あげちゃおう。うまかったね。いや、これぜひ皆様来てみてはいかがでしょうかという感じでございます。はい、ごちそうさまでした。うーす、うーす。